スノーリストルルソン、スノーリストルルソン、スノーラスターリソン、1178年あるいは1179年から1241年9月23日は、アイスランドの詩人、政治家、歴史家、著述家である。ノルウェー王朝の歴史、ヘームスクリングラや、スノーリのエッダの著者としても知られている。優れた学者であったが、牽制欲、名誉欲の強い野心家でもあった。 スノーリは、当時のアイスランドで、最も権力を強めたストゥルラ・ソウルザルソン。1183年の抜師として、アイスランドのフバンムル・イダーリルに生まれた。父、ストゥルラがレークホルトのシンプパールと、遺産相続で争った際、後者に加担したヨーンロフツソンは、ストゥルラを懐柔するため、当時3歳だったスノーリの養父となることを申し出た。ストルラはこの話を受け、スノーリは、 ヨーンの養子となり、ヨーンの元アイスランドの学問の中心の一つオッティで学ぶこととなった。スノーティは、養父、ヨーンが死去した後、1199年ボルグを支配する裕福なるベルシの娘で相続者のヘルディースと結婚した。彼はしばらくオッティに泊まり、1202年、ベルシの死去に伴いボルグの館へと移った。ヘルディースとの間に、ヨーンと ハルベラの西を設けたが、二人の結婚生活は破綻し、別居するに至った。スノーティは1206年、レイクホルトの神父パールの息子、神父、マグノスの屋敷に財産の管理を請け負って移り住んだが、マグノスが死去するとそこを自分の所有とし、ボルガルフィオルド一帯に広大領地を保有するに至った。スノーティは1215年にアイスランドの全党議会で、 五字に選ばれた。この選出は、理の兄弟にあたるオッティの一族の性分度の引き立てによるものだったが、法の宣言者の座に就くとスノッリは、もっぱら自分の権力を伸ばすことに注力したため、両者の関係は、急速に悪化していった。1218年から1220年にかけて、スノッリは、スカンディナビアへ渡航するが、最も重要な目的は、ノルウェー訪問だった。 当時アイスランドは、主猟と協会が争っており、アイスランドの協会を監督するノルウェーのニダロス、当時のノルウェーの首都、現在のトロンハイムの大司教からの圧力をかけられていた。また、近年起きた貿易をめぐるトラブルから、両国の関係は緊張しており、アイスランドをノルウェーの統治下へ入れようとする動きがあった。まず、スノーリは B 県に、ノルウェーを方向に4世、 ホホコンホーコンソンとセッショをスクーリ履く後に校を訪ねてそこで冬を過ごし春になるとコホーコン校の日クリスチーネを訪問しその後スノリはノルウェー各地の史跡を見て回ったがヘームスクリングラの取材が目的であったと考えられる彼はニダロスに戻るとスクーリ校の触覚となり ホーコン四世の重子の一人に加えられ、1220年にはアイスランドの総督、ランサマスアに任せられたスノーリはこの時のコーグルの変礼として帰国後1222年、寛大なホーコン王への称賛を、陰律一覧に着し、スクーリ公へと送った。スノーリは、スクーリ公にアイスランドとの和議をノルウェーに有利に成立させると約束する一方、独立を守るために、 アイスランド国内のノルウェー王の支配を認めようとする勢力と王との関係を立とうと格索していた。スノッリは人質として長男、ヨーンを送ると約束して帰国したが、人質を送る以外何もせず、アイスランドがノルウェー王の統治下へ入るように働きかけることもなかったため、方向に四世の不況を買った。年、スノリは再びに選出されたが、 ノルウェー王から総督の地位を与えられたことで多くの島民から不信に思われていた。スノーリはこの時期政治的な争いを避け著作に力を注ぐ一方で政略結婚によりアイスランドでの地盤固めをしようとした。次女のインギビョルグをハウカ国の将ギツルソルバルドソンに嫁が彼自身はギツルの兄の未亡人ハルベーグの財産を管理する約束のもと事実婚を結び 妻、ヘルディースが死去すると正式に結婚した。1235年、ホーコン世は、ローマ巡礼のキ路、ニダロスに立ち寄ったスノッリの時系シグバトの息子、ストゥルラに、総徳の地位と引き換えに、アイスランドをノルウェーに侵入させるよう働きかけ、ストゥルラはこれに応じた。ストゥルラが、巡礼で、アイスランドに不在だった時、スノッリの次男、 ウレキアがストゥルラの本拠地にあたるアイスランド北東部で争いを起こしており、ストゥルラはこれを口実にスノッリを殺害しようと彼に挑んだ。これに先立ちスノッリは、長男ヨーンの死に絡み娘婿子のギツルからも、離反されていた。スノッリは、和解を申し入れたがストゥルラは拒否し、ウレキアを捕らえると、フォーコン王のもとへ送った。スノッリは有力な主張、ソルレーブや、 長兄の息子オーラブと共に拒兵し、ストゥルラと戦おうとし。しかし彼は、交戦前に春巡して、戦場を離脱し、戦った、ソルレーブラは惨敗して捕らえられた。スノーリは投降し1237年、彼らと共に、ノルウェーへと送られた。その頃のスクイリ公は、奉公に四世の権力の拡大に伴い、かつての勢いを失っていた。 王の一進化に甘んじるのを不服とした、彼は自ら王として立つ、逆転の機会を狙っていた。ノルウェーで、スノッリは、スクーリ公の息子の屋敷に身を寄せたが、スクーリとホーに四世との確執に再死スクーリが後、と、みなされた。1238年8月21日、アイスランド本国でホーに四世の息のかかった時系、シグバトと遠い、ストゥルラが、長女のムココルベーン。 コルベンドヌ・アルドノルソンと次女のムコ・ツルとの戦いで戦死した。スノーリはこれを自分の地位を回復する好機と捉え、アイスランドへ帰国しようと考えた。ホーコン4世は彼の出国を許さなかったが、スクーリ校はスノーリの帰国に賛成し彼に船を与えた。出港直前にも王から渡航を禁ずる死者が来たが、スノーリはそれを押して出版しようの怒りを買うことになった。 スクーリ校は自ら、ノルウェー王を戦勝し拒兵したものの、勝敗を分けるうちに戦死した。ホーコン4世はギツルへ当てて、スノーリを捕らえて、ノルウェーへ連行すること、場合によっては抹殺しても構わないことを命じる、密書を送った。ギツルは、シグバとフ氏の件で和解したいと偽り、スノーリをおびき寄せ殺害しようとしたが失敗した。 オリシモ・スノッリと共同で財産を管理していた妻、ハルベーグが救世し、彼女の維持との間に財産相続をめぐり争いが起こった。維持らはおじにあたるギツルに不服を訴え、ギツルはこれを機に、スノッリを完全に打倒しようとコルベインと彼の屋敷を襲撃する計画を立てた。ハルベーグの維持でスノッリに恩義を感じていたオルムは、これに加わるのを拒否し、 警告の手紙をスノッディへ送ったが、スノッディは気に留めなかった。その理由にオルムの書いたルーン文字に語気があり、スノッディが誤読がしたとも言われている。9月22日夜、ギツルはレイクホルトンの屋敷を襲撃した。就寝中だったスノッディは、地下室に隠れたが見つかって暗殺された。この知らせを受けた、ホーコン4世は、命令に従っていれば重い罰は与えなったと。 彼の死を惜しんだと言われている。彼の死後、ギツルはアイスランドの帝徳に任命され、自分の勢力下にある領地の三分の二を王に、献上した。アイスランドは、スノーリの死から21年後の1262年、ノルウェーの支配下に置かれ始め、1264年には完全に属国となった。今日に残るスノーリの著作は少ないが、 その中でも北欧神話を紹介している1220年の著作、エッタと歴史書として高く評価されているヘイムスクリングラがスノーリの代表作である。また、エギルの佐賀も妻ヘルディースの成果の祖先にあたるエギルスカラグリムソンの生涯を描いたものであり、ヒッチからスノーリの作ではないかと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。